秋田で映画でございます。チェスの長谷川俊です武田みのるです。今回ですね、はい、まあ、前回007 No Time to Die の見てない方向けに、はい、まあ、ちょっとおすすめというポイントをですね、本当に漏れ出る溢れ出るネタバレをよくちょっと抑えつつね、今回はね、もう見た方向けということでね、はい、一緒に共有してる僕らはこう思ったというのをね、お伝えしたいなというふうに思います。もともと007ってあれですか、例えばダニエル・クレイグより前も、はい、結構見てたんですか。それこそ本当に一時期そういう全部見なきゃなっていう時がありまして、うん、まあ、それこそ全部は見てないんですけれども、いろいろ見てて25作ありますからね。そうです、うん、でダニエル・クレイグ版になって、はい、弱い部分、肉体的に弱い部分とかも見せてくれたりして、うん、ダニエル・クレイグっていうかそのジェームズ・ボンドが攻撃を受けるシーンとか、うん、危ないシーンが多々あって、うん、あれ、はい、本当にちょっと死ぬんじゃないかっていうシーンももちろんあって、昔は超人だったもんね。そうそうそう、超人の、そうそうそう、でそれもあって、うん、あ、よりこうのめり込める、今までの007シリーズとはちょっと違ったダニエル・クレイグが見せてもらって、うんうん、それでもう大好きな作品、ね、人間味あふれる、はい、うん、なのですが、はい、今作は嫌いなんです。お、そうなんだ。っていう話をすごいわなわなしてるけどしたいんです。お、歌舞伎とかおうほうほう、あのトラさん、トラさんもちろん映画なんですけど、トラさん的なものとして007を捉えてたので、例えばですけど、ボンド、ジェームズ・ボンドって絶対言う、うんうん、で、うん、あのボンドガールがいるとか、うんうん、なんかそういうお約束の出来事、まあ、定番的なのは型があるんだよね。そう、うん、確かに。オープニングがまず頑張れるで始まって、アバンタイトルがあって、そう、主題歌が流れて、そう、はいはいはい、そうね、そういうお約束の流れを組んでて、うんうんうん、その上でダニエル・クレイグも待ってましたって、こっち待ってましたっていう係なだけなんですよ、007シリーズに関して。そうだね、うん、そう、それなんですよ。俺映画として見てなかった。ただこの今作が映画にしてしまってることで、うん、自分の待ってましては一つもできなかった。そのスカッタ、その例えばですけど、こう来てほしいのに来なかったっていう。そうですよ、うん、全部外してきてくれたねっていうことを喋ってて、うん、ボンドガールも、はい、そのボンドガールっていうかそのアマデアルマス、彼女が本当にあんないいとこ出てきて、はいはいはい、ですぐはけていく、MI6 で、あのボンド、ジェームズ・ボンドって言うんですけど、かかあのその受付の人に伝わんないですよって、そう、見え切らなかったと思って、うん、なるほどな、ただのシーンで終わったっていうことの連続だったので、 でも映画になってたんで、はいはいはい、自分が求めてたものはそれじゃなかったんですよ。おー、そっか、定番、そっかそっか。ダブルセブンに何を求めてるかによって、うんうんうん、だいぶ感想変わってくる映画だ、うんうん、そう、そうかもしれないですね、うん、2回見て3回見てやっとこう落とし込めるっていうような映画なんだなって思いました。1回だけじゃもうちょっと無理です。みんな結構レビューいいんですよ。だからそれもあって、あ、ね、なんかこう、いや、分かる。なんかすごい怒ってる人と、はい、まあ、納得してる人っていうのは、はい、結構すごい、ね、差があるような気がしたりとかするんですけど、はいはい、僕的にはまずその冒頭の部分から中盤ぐらいまでかけてめちゃくちゃ面白いというか、でも幸せ、はい、面白い声で幸せだったんですよ。そのもう優雅さとかエレガントさとか、はい、テンポのいい感じ、うん、でこれまで散々アクション映画っていうのはあんな感じの映画って、要は007以降たくさん量産されてきてるわけですし、はい、まあ、それこそミッションインポッシブルとかいろんな素敵な作品たくさんあるじゃないですか、うん、相当見てきてるのに、やっぱり007、ジェームズ・ボンドってやっぱりちょっとここにはたどり着けてないというか、たどり着くことができないもんなんだなという感じがしたんですよ、見てて、はい、でもう幸せ、うん、あとやっぱりんここはあれんとかさ、ちょっとこうなんかあれ、ジェームズ・ボンドってこんなキャラだっけとか、そうそう、そういうところが飲み、僕レベルでもちょっと飲み込みにくかったりはしたりして、はい、僕正直な話で007苦手なんですよ、もともとは、はい、何が苦手かっていうと、はい、やっぱりね、ラブシーンが苦手なんですよ、はい、要はあの性的なあの表現っていうのが絶対007入ってくるので、はい、もうね、お家で見づらい見づらい、確かにこれは確かにそこは見合ったから、これは待ってるっていう意味では、はい、これはそのラブシーンを待ってるんだよね。そうですね、やっぱりその女をはべらかして、はいはいはい、だってこそのボンドみたいなところがあるから、はいはいはい、
今回のダニエル・クレイグって最初からだけど、基本的に純愛を通すキャラじゃないですか。そうですね、フラフラしてないですもんね。そう、今回もベスパーにやっぱり墓にこう謝りに行ってとかさ、うん、そこがやっぱり今までこうちょっとなんか着然としないなっていうのはあったんだけど、なるほどなるほど、まあ、揺れ動きすぎだよこいつと思って俺の知ってるダニエル・クレイグじゃないと思って。なるほどな。そう、昔ってボンドって一人で全部活躍して、はい、完結してたんだけど、はい、最近 の, そのクレイグになってからチーム感、キューとかそのマネージャーになってセクハラ要因だったのに、今は一緒にこう、事件を解決する仲間みたいな、ミッションインポッシブルみたいになってる。そうなんですよね。そこが俺は個人的にはちょっとあれだなと思うんだけど、なるほど、だからそこもだから時代性なんでしょう。なんか俺ダニエル・クレイグが何で好きかっていうと、その前のピアス・プロズナン、ブロズナンって、ピアース・ブロズナンが、ピアース・ブロズナン自身は大好きなんですよ、はい、なんかあの感じが、はい、あのナンパな感じと、ナンパな感じたまらない、あのちょっとこう口角上がってる感じが好きなんですけど、ボンドってでハマりすぎてて、なんかちょっとね、いやこれ怒られるかもしれないですけど、ファストファッションじゃないですけど、なんかもう、うん、まあ、ファストファッション好きとしてはやっぱりちゃんと手に取ってね、ね、まあ、間違いないそうですでも分かるかも、その服の趣味とボンドの趣味も、うん、確かに響いてる、あ、面白いね。ダニエル・クレイグなんかはやっぱりほぼ笑わないですし、ジェームズ・ボンドっていうものが、ね、やっと飲み込めるなって、この人っていう感じがちょっとしました。やっぱり昔のボンド像っていうのは、昔なんか女をビンタして、うん、それを縦に使って、やってた。銃弾を防いでましたよ。今、悪役でもできませんから。大体その悪役の情報を聞くために、悪役の嫁とかは大体だから。そうなんですよ。そう。もう、そういうことだから、悪い島工作みたいなね。なんかこれ、ね、すごいよ。で僕はあの今回のノータイムトゥダイに関しては、はい、まあ、もちろんジェームズ・ボンドは、ね、主役ってのはもちろんなんですけど、女性が僕は主役なような気がして、そうですね、そうなんですよ。そうで、まあ、はい、マドレーヌですよね。うん、レア・セドゥのね、ちょっとこう引いた時のね、顔がね、なんかね、なんって顔してんだよ、女の人にこんな顔させちゃダメだよ、基本的にずっと暗い顔してるじゃないですか、うん、そうですね、マドレーヌが、うん、で 最初だけですよ、本当に幸せっていうところから、うん、あの別れの一連のところ、うん、別れの一連のところもね、あの別れ方かっこいいなと思って見ちゃって、うん、俺あの、この方がこうだったね、あれはね、よくよく考えたら、俺が襲われて、お前裏切ったらお前のせいだよ、勝手に一方的に電車に乗せて、もうなんか別れを告げられた悲しい女だから、悲しい、だからこれもなんかもう、頭悪いな、こいつと思って、そんな元からの墓参りに行ったら爆破されたから、これお前のせいだなって、そう、そう、それでもあれですよ、墓、お墓の全然未練、未練というか、もう、100% ぐらいまだそのね、うん、前科の元と、まあ、前科の元思ってるから、なんかそれをこう魚でされたような感じが あったんじゃないですか。その作品の途中で、要はその、まあ、親友ですか、旧友が死んじゃうじゃないですか、うんうん、あそこすごい悲しいなという、あの辺って俺悟空とクリリンを見てるようにですねなんかちょっと、いや、あの二人の優勝良かった ね、すごい良くて、あの亡くなってしまってね、うん、その後、曲が流れるじゃないですか、テーマ曲が流れて、うん、なんかすごいやっぱりこう、要は激怒、憤怒してるボンドみたいなのを僕感じたんですよ、うんうん、はい、で、こう音楽がないなら車グーンって行って、うん、俺そのまま何かこうしっちゃかめっちゃかその敵のなんとかにもうブーンって行っちゃって、うん、ダバダバダってやりすぎるぐらいやるっていうのをちょっと期待しちゃったんですよ、うんうん、なんか行動起こすのかなと思いきや、うん、やっぱスーパーサイヤ人になってしまっているぐらいの展開を期待してたんで、うん、あ、そうじゃないかっていうところと、あと M ね、まあ、新しい M というか、はい、どちらかうまいのはもうすごいもうぶつかり合っちゃってるじゃないですか、はい、M 問題が今回ありますよね、うん、M がやらかしたっていう、うん、そうですねおじさん同士の喧嘩みたいな、うん、みたいなバーみたいな感じになって、ただその後になんか結構ぬるっと仲直りしてる感じが、なんかぬるっと感がちょっと俺笑っちゃってですよね。なんか今日はキューの家に行って、なんかちょっとなんか親交深めたっぽいような、うん、そこに例えばさ、M がいて、うん、
ちょっとだったらまだ良かったんですけど、そこにいなくて M が、うん、でもその後のシーンでなんかこう、うん、どう思う人がいるか確かに、うん、いや、あの絵は不思議なのがさ、2時間45分もあるのに、うん、意外とそういうところしっかり描けてないところもあって、そうなんですよ。その雑さはなんかすごい007っぽくて、あ、そういうこと、俺は今回すごい大好きだ。あ、そう、なんかそれは川口さんも言ってて、確かにそういう雑なところがすごいリズムになっていっていいなと思うんですけど、うんうん、ダニエル・クレイグってそうじゃなかったじゃん。ああ、まあそうや、そうなんですよね。そこが分かる、分かる。俺、ダニエル・クレイグはそんなに好きじゃないから、今回そのようやく昔のボンドっぽく戻ってくるなっていう嬉しさが俺は。そういう見方もできるんだ。あの最後のさ、悪党のアジトなんでね、スタイル。あの北方領土のね、バーのね。あの独創アイランドみたいな。サフィンがね、うん、青いサムエみたいなのをしてこう、あの畳がそうバーンって言って細かすぎて伝わらないものみたいなしてあそこのシーンも確か味わいがね、そういうのがあったかもしれない、うん、とほら、要は実の娘に、ね、なるボンドのね、うん、そこもセクション気だったりするんですけど、うん、拉致されて、はい、そのサフィン、うん、にこう要は横にいたりするんですか。そう、そこ、あの、あそこの対峙するシーンも、あの子、あの子役の子はすごく素晴らしいと思うんですよ。あのアップの時ね、すごい自然なね、うん、ちょっと苦い顔をするんですけど、はいはいはい、ちょっと引きで撮った時にすごいこうこうそこのちょっと演出がね、うん、間に合ってなかったのかなっていう。ちょっとあそこどう、俺ちょっとわかんない、教えてほしいんですけども、あの最後にあの子供連れて。子供がうんみたいな、嫌だ行きたくないみたいな感じなんですけど、うんうん、あそこも、まあ、気にはなりましたよね、うんうん、なんかガブって噛んで、よくわかんない、あれなんで、あれなんで、あ、いいのみたいな、連れていくか殺すか しないんだと思って、いや、その雑味がいいじゃない確かに、それ考えいいんじゃないそれ思ったらそうです、まあ、でもそれ思ったらそうです、結構ね、多弁なんですよね、今回ね、喋るんですよ。そうなんですよ、そう、俺が好きだったのは、今回少しユーモア味も出てきて、そう、喋る喋るんですよ、喋る喋ると思って、マドレーヌに参加して握手も取れたら無視されるあとこう、うん、サフィンが、サフィンの描かれ方どうですか、出るとこもね、ちょっと遅いような気がして、もっと、うん、そういつ出る、この能面の人は明らかにラミ・マレックだけど、いつ出るのかなと思ったんですよ。それだって他の人の描かれ方がちょっとなんかこう絡まってる感じじゃなかったなっていうのが、でもあの仲直りシーンはね、もう一回見たいですね。あのあれなんかあのこのボンドが行って口論してるじゃないですか。あれ本当なんかあの会社とかでサラリーマンダメ出しそんな感じがしました。ダメ出ししてる感じがして、あ、ボンド映画サラリーマン映画になる。僕あとあのパロマですよ、うん、あの中盤で出てくるアナデ・アルマス、いやよかった、本当にあれはよかった、あのだからなんだろうな、ジャスティスリーグのね、うん、あのワンダーウーマンばりのね、うん、あのなんかこうキシターンみたいな感じの、 その服どうやって着てんのみたいな、あのドレスってあれここずれないのかな、うん、そうなんですよ、こんなことして全然ずれない両面テープとかで貼ってんのかないや僕あれを見てワーッと戦って全然ずれてないのを見たときに、うん、あのこれもドラゴンボールすいませんけども、悟空がねギャリック砲かなんかバーンと受けた後にあの股間のところだけ残ってるみたいなあのねやっぱりこうそういうね、うん、ちょっとこうクールなイメージだったんですけど、そうなんかちょっと余裕のない感じで、かわいい、すげえよかった、ドジっ子みたいな、そうそうそう、でドジっ子なんだけどやることはやるし、そうそうそう、俺がねなんかちょっと微妙だなと思ったのは、結構今度こうドライマキニーとか2人で飲んでちょっと口説きにかかってるのに、うんうん、全くそんな空気お構いなしでもう株を見下げして、うん、はい、もうなんか仕事は仕事をプライベートはプライベートですっていう、最近のなんか若い女の子っぽくて、なんかすごいちょっとわなんか嫌だな、今の時代だなっていう、それこそあの耳栓っていうかその通信機つける時もこうやってやるんですけど、うん、あ、そう今度は、うん、あのそれを、うん、あ、これ男と女の関係になってもいいんだなって男目線なんですけど、うん、彼女は何の気なしにやってるんですよ、なんでかっていうとボンドに興味がないからで、うん、その後にボンドが服脱ぐんですよ、その時も、うんうん、あのアマデアルマスパルマは何も持ってないから見てるんですけど、ボンドはちょっと男だから、うん、いやちょっと回ってくんないか、あっち向いてくんないって言うんですけど、うん、なんかだから老けたんだなと思って、そうオールド感だから、うん、お父さんと娘じゃないけど、うん、ボンドガールに自分はもう興味持ってだから、そう今までの作品と違うんですよね、うん、勝手に向こうから来ることもあったけどないんですよね、で、うん、ボンドはまだその調子なんですよ、うん、だけどやっぱ時代が変わったんだなっていうのを、うん、そこでその流れで見れて、ボンドを使って今の時代が変わったっていうのを見せてるのか、そうそうそう、ちょっとやっぱり時代の変化を、あの今までと違うよってところもそこを見えて、うんうんうん、あ、
魅力もう感じないんだ。でもあの後一つも出ないのが辛かった。チャオって言っても軽い。軽すぎる。すごいね。なんかさ、コンパでもうあの子っていう子が結構早めに、ちょっと終電なんでって帰っちゃう。そんなの子って言っても。絶対、タイプだけど、絶対俺に興味ない。その感じの感じ。ちょっと絵の子になと思って。そう、それも切ない。でもパルマは俺のこと絶対好きになんない。っていう辛さがある。俺今、パルマが。あのローラバニー、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 岡本真紀さん、はいはい、でパルマはすごいね。三つどもえがすごい。映画見るたびにこう、すごい。ウサギ、中学生、CI、はい、そういう並びです。一癖も二癖もある。パルマがね、くるっと回転しながら、はい、パンパンって二人をこう倒す。とか見てたら、これスピンオフと言いますか。あ、確かに。あ、あるかもしれない。このぐらい短い登場で、これ印象を残した人だし、まあ、例えば女性版007とかなってちょっと分かんないんですけど、うん、なんか この人ってすごいことになって、この人とかこのキャラクターってすごいことになるんじゃないかと分かんないですけど、あの娘がね、ちょっと大きくなってさ。そうだから娘が007襲名説はあるよね。もしかしたらね、なんかそんな含みも面が、それだったらなんとなくこう時代とともにこう007作られてきて、はい、その世界にその時の時代に、はい、なんとかこう合わせてこう来てるわけですから、どう思います？何のために007を見るかっていう話だよね。ああ、そうか、いいか、だから普通のそういうスパイものの映画でいいんじゃないってことにもなってくる。なぜね、なぜ見るか、みんななんで好きなのかっていうところを考えた方がいい。やってることっていうのは汚れだったりするわけで、やっぱボロボロになったりとかで、もうやけくそと根性みたいな感じでやんなくちゃいけないところを、まあ、スーツパッて着こなして、サッとしてスタイリッシュにやって。でもあれスーツってでもやっぱりあの男のスーツだからかっこいいっていうのが、まあ、確かにそうですね。タキシードと、ドレスもいいけど、はい、タキシードバリッと着る、はい、ボンドのかっこよさと、長谷川さんも言ってたけど、やっぱり画面の優雅、そこの007の魅力ではある。そうですね、やっぱりあのね、あの入場料金以上の価値を持ってるなっていう感じ。もう防弾ガラスでさ、バンバン撃たれて、あそこでさ、マドレーヌがさ、ちょっと、どうすんのみたいな、ボンドに怒り、それをマドレーヌを信じているのかどうかっていうのを、あの銃弾のね、マドレーヌずっと見てる、こう、そこでこう、意を消して、もうトレーニングテクニックでガトリング銃を撃ちまくるっていうか、ガトリング銃ですね。あのヘッドライトから、あのこうビューンって出てくるのが、いわば、なんだったら、ちょっと、大人っぽくはないわけじゃないですか。あのガジェット感、子供っぽさが007の魅力でもある、ね、そうなんです。ようやく今回出てきてくれて、うれしい。確かに、あれをギュン、バン、ギュン、ブツッ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 ツ、なんか下から、知ってるなんかビーンって言って、下からビューンって言って、そう、サンダーバードみたいなやつ。あれ、多いですね。正座しながら落ちてた。下クッションなのかな、ちょっとどうだろうね。ラジオで。娘が落ちてるね。下水道みたいなので頑張れるみたいな感じで、バーンって打つシーンとか、うん、あれはかっこよかったね。そうですね。ケレンディ。はいはい、なんかあのほらロングショットというか、あの長回しの番組ショットのあの、あそこもなんか、なんだろう、やっぱワクワクした。なんかやっとなんかボンドっぽくなったなみたいな、ジェラルド・バトラーの映画見てるみたいだと思う。正直あのみんな満足して、意外と終わらせる気が逆にこれなかったのかもしれないなみたいな、なんかもう各々ちょっとこう喧嘩してくれるぐらいの感じで、サンダーが今後どういう方向に行くにせよ、一回まずリセットっていう意味でやっぱアンガストは必要だったのかもしれない。確かにそうですね。また昔ながらの本当に戻っていくのか、時代に合わせたものになっていくのか、それはまあ多分これからの世論とかなんか、そうですね。だからなんか投げかけた感じなのかもしれないですね。どうですかこれはって言って、本当に良かったって言ったらもう終わってし、本当に終わってしまうのかもなっていうか、ここでちょっとお腹いっぱいに仕切らないというところに、ちょっと遊びがあるところに、あ、そうか、次へ、そうか、バランスがすごい良かったんだよね。あ、そうですね。クレイグ・バンソンのリアリティ、人間味っていう部分と、はい、昔のながらの魅力みたいなのが、いい感じに融合された
俺は今回すごいいい映画だったと思うんだよね。すごい映画ですよね、だからね、うん、いや、そうですね。ジェームズ・ボンド一切登場しないけど007っていう作品すら成り立つから。あ、それ面白いですね。ただ影がね、007いるんだけど、ジェームズ・ボンドいるんだけど、うん、出なくて、うん、別の方じゃこうと作り上げてみたいな作品も、うん、全然いけるんじゃないかな。もしかしたら007でタイトルついたあのジョン・バリーの音楽が流れたらもう007かもしれないですね。そうですね。いや、本当にそうかもしれない。音楽力もあるよ。そうですね。スタイリッシュなんですよね、オープニング。そうなんです。きっちり昔の型に戻してくれたっていう、うん、なるほどね。あ、戻してくれたんですね。戻してくれた。そうか。っていう俺は考え方。ビリー・アイリッシュかな、あの今日歌のね、途中で歌が入ってくる、なんかね、あの途中で歌が入ってくるところがね、うん、なんか俺、素晴らしい大衆演劇的な感じでね、なんか、ダンダンダン、サンサンサンってやった後に、なんか梅沢富美男が歌いだすのに、デレレレレ、夢芝居かな、ゼロゼロセブン、夢芝居。あ、ちょっとあと2、3回見なきゃダメですね。もうちょっと無理ですね。あと何年後かに見ないと。あ、ちょっと間を置いてから見たい。そうですね。ちょっともう一回見に行こうか。見に行きたいですね。まあ、やってるうちには本当マジでね、もしかしたら。そうですね、うん。うん、万全の状態で見ることをお勧めしますけれどもね。はい、僕はもうサフィンにもっと頑張ってほしかった。そうだね。サフィンもっと出てほしい。これサフィン良かった。良かったです。良かったけど、もうすごい、すごいですよ。サフィンもうちょっと欲しかった。ローセブンの時なんかあんなもんそうですそっか、あまり、そう、確かにでも話止まりません、話止まりませんけどもね、いやでも本当にあのダニエル・クレイグさんお疲れ様でした。お疲れ様でした。そうですね、はい、まあ次の展開にまた戻ってくるそうなんで、あ、ほら、そうですね、ウィル・リターンで、ウィル・リターン、ね、ウィル・リターン、俺なんか、あれこれ MCU だっけと思ったから、ね、あの感じですよ。シャンチー・ウィル・リターンそう、え、もしかしたらマルチバースでこう融合するローセブンみたいな感じでしたね。ということで、秋田で映画でございました。また次回お楽しみください。